幸せになれるでしょうか、いろいろと言われて聞いてます、両手を広げられているのがここ中に出てまいります、先見玉、口見玉という力を表しております。大国主の御事がまだ若く修行中だった頃、日本海から海の神様が現れて力をお授けになります。大国主の建物がございます。こちらが拝殿です。コンテストのさらに奥、大スパのようなプレハブのような大きなものが立っておりますが、あの中にご本殿がございます。ご本殿、60年に一度の屋根替え中ですので、残念ながらその姿見ることができません。左ジンモロンの作断層です。ウサギさんは何匹か掘られておりますので、お屋根ですが、ヒノキの皮で吹かれております。ひわだ吹きになります。広さが片面で畳約90畳ですね。両面合わせて畳約180畳分の広さがございます。そしてこの厚さ、最大で91センチございますので、全部で64万枚のヒノキの皮が必要になります。こちらがご本殿ですが、ご本殿今屋根替えの工事を行っております。神様がいらっしゃるまま工事するわけにも参りませんのでね、こちらは神様いらっしゃいません。この拝殿だったところ、仮の御殿、お仮殿としてこちらの方に仮住まいなさっている状態です。こちらでは個人のご祈祷ですとか様々なことを行われておりましたので、これが使えないとなると非常に困るということで、この空いていたところ、こちらにこのように仮拝殿というものを建てまして、今までここで行っていたことすべて仮拝殿の方で行うようになっております。団体のご祈祷や結婚式場などに使われる建物、神楽殿と申します。神楽殿か。こちらが日本最大級の大しめ縄になります。長さが 13.5メートル、ほぼバス1台分と同じくらいの長さがございます。そして重さ 4.5トン。出たね、これサダレ発見した。サダレ石がこんなんて知らなかったら発見できないもんね、うん、すごいね、知らないきっと新聞に出たんでしょうけどね、うん、
ご本殿